久しぶりです。お久しぶりです。みんなとは久しぶりじゃないんですけど、私たちはずっとこの期間選抜決定戦の撮影がありまして、これ普通の企画っていうか、ここ座るの。やばい。久々だよ。スープチ久々じゃない？ね、久しぶり。超楽しかった今。急なんですけど、はい、なんか普通に単純に気になって、メルプチメンバーの間でなんかどんくらいの頻度で LINE してるんだろうみたいな。気になる。なんか特に私たちはさ、今まで結構電話よくしますとか言ってたけど、ひなひなも結構カツプルじゃないですか。なんかこうなんかペアみたいな。なんかペアしちゃったんだね。なんか真似されたんですけど。違いますよ。イチャイチャしないから。ちゃんと身生ほどイチャイチャ取られちゃうから。ということで今回の企画、抜き打ちひなひなの LINE のトークチェック。みんなもちょっぴりひなひなの LINE が覗けるので、ぜひ最後まで見てください。はい、せーの、レッツゴー。はい、ということでじゃあ早速いいですか。もう一度言わせてください。見たいですか。見たいです。しょうがないな、絶対会うしかないか。最近の、まずなんかひなのちゃんがこうねえねえ最悪ねえねえとかできて、しかもねえねえじゃない、ねえね、そしてなんか自分の自撮りを送ってきました。かわいい、かわいい、かわいいよね、うん、ありがとうってきて、私何も送ってないですよ。私がかわいいねんねんって送ったんですよ。そしたら見てください、キモい、ちょっとキモい、マジで舐めたい、ベロンうふふ、滑ってきて、すれ急な作業入ってますなので、ちょっと拒否りますと送らせていただいてましたら、マジで油断大敵、私の可愛さってこと、これ私の可愛かで、ごじって可愛かになってるんですけど、対抗するね、やっぱ私も対抗するんだね。私もめたくた可愛いけどね、送ります。そしたら、え、自撮りくれよ、おーいい、もうカマチョです、本当にこの人は。とにかくカマチョ任せろ、もう全部シーンで、まあ私が新幹線と自撮りあげます。で、結構ドーナツが結構食べかけというか、だいぶ食べかけね。ドーナツ、そしてですね、ドーナツ、めちゃドーナツ食べかけなところも可愛いって私が送ったんですよ。したら、汚ねえな、いきなり、いきなり急な毒舌、え、これ好きですよって私のこと、汚ねえな、汚ねえな、しかも汚いねとかじゃなくて、汚ねえなだから、もうやばいね、ねえねえからの汚ねえなで、そこがポイントって送ったんですよ。したら、おわ、え、おえって多分怒られるんですね、これは。その後なんかちょっと可愛い、なんか自分のスタンプみたいな、なんか可愛いの送られてきたので、もうこんなこと言われたばかりなんで対抗できないんで、うるせえっていうスタンプをめちゃくちゃ、はい、ネズミの送らせていただきました。すごくですね。で、ダリー。ダリー唐突なダリー。ダルーとかじゃないんだ。ダリーだね。なので、マジで今に見とけよ。っていうスタンプを送ってるっていう会話が最近の会話です、ね。だいぶ面白いですけど、ひなのちゃん。カマチョですね、本当に。やりますよ、別に。本当に、ツンデレの時もあれば、デレデレの時もあって、難しいです。最初の、その、ねえねえとかの入り方、かわいい。からの、なんか、ダリーならでは、なんか、顔が出てきたぞってなって。すいません、なんかこういうことを簡単に送れる仲なのかなって、そうだね、思いますね。でも、嬉しいでしょ、きったねえなとか言われて。なんでM さんですか。嬉しいです。嬉しいと言っときます。時にはね。時にはね。次私いきますね。一番最初のやつを見てみたいんだよ。お、自分でも。慣れ染め。慣れ染め。ひなたちゃん、ひなのちゃんとか呼んじゃってるんじゃないですか。もしかして。思い出すだけで笑える。1月ですね。だからシスターズオーディションの2週目。ひな、本当にお疲れ様。本当にひなとここまで来れてマジだマジだマジで嬉しいし、ひなと最終審査も一緒に通過したいと思えて、こんな大切な人に出会えてよかったって心から思えた、本当にありがとう、頑張ろうね、本当にお疲れ様って言われたんで、お疲れ様、ひなもひなとと一緒に絶対合格したい、ひなたちニコイチだよ、お互い切磋琢磨し合って高め合って最終審査挑もう、信じてるぞ、好きだぞよん、マジラブ愛してる、ニヤニヤしちゃうって終わってます。ラブラブ言われると恥ずかしいですね、こんな絵文字使ってない
もんね。このぐらいのさ、行ってめっちゃリアルじゃない。そうリアル、めっちゃリアル。ポンポンじゃなくて、ポンとポンなんです、本当になんかすごいいい関係っていうのが伝わる。出会って2回目なのにニコイチとか言ってるすごい早め。どうですかマツコン、これ見て。まああったなっていうのは思いますけれども感覚感覚。私とかはトイレ中とかによく送ってましたけど、今ピンピンなるねえ、それ電話もやってくるの。あ、電話でもどうやって大連から見渡すんだよって言って切るんだけど、なんか話したくなっちゃって、やっぱ寂しいじゃん。私がトイレ行く時とかに一人で喋ってる。マツコンは今糖尿中か。口キモいとか言ったりしました。じゃあさ、ちょっと健康問題の問題の、うん、ね、あの件についてふんわりとでいいので、なんかあればちょっと内容はちょっと今回は秘密にさせていただくんですけど、ちょっと活動してる上でライバルの面もやっぱりあるから、そこの面でちょっといろいろぶつかっちゃって、でも結構こういう長文とかで話し合って、お互いが攻撃し合うんじゃなくてさ、ごめんねとかさ、電話で話したい、電話で話したい、いいね、ありがとうってちゃんと言うとかね。ちょうどこの会話をしてた時がミクチャの日だったんですよ。ミクチャが15時からじゃないですか、でじゃあギリギリまで電話して5分前に2人ちゃんもミクチャ頑張ろうって、でも大号泣してたんですよ。日向が過呼吸になってておやめろ。そうです、めっちゃ心配したんです私、大丈夫かこいつ、ミクチャできるのかなって思って、ミクチャ見るじゃないですか、バイバイお願いしますミクチャやん、何ね、そんなに切り替え、そんなに切り替え、やっぱ切り替えができる女っていうか、そこが出たのかなっていうところなんで、なんか全部が全部その辛いとか悲しいとかそういう泣きじゃなくて、ごめんとか、なんかそういう感じの涙でもあって、なんか久しぶりに過呼吸になりました。本当に辛そうで大丈夫です。それを乗り越えての今ってことでしょう。そうですね、本当に良かったのかもしれない、見方は変わったなっていう感じはしますね。改めてね、どの壁乗り越えた感じがあって、うーん、退場してもらってもいいですか。あの聞いてましたよ、あの真ん中でなんかちょっとちょっとスタッフもありがとうございました。 ありがとうございました。配ってる人はいるし、はいって今閉めようとしましたよね。もちろん全然閉めます。はい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 、私たちが見せたよね今。そうですよ、熟年夫婦と結構聞いてる、やっぱ君の生ごまかすの生ほの LINE のトークもやっぱ大公開しちゃわないと、やっぱみんなも見たいですよね。プロみたいな、なんか普段のみなまほってどうなんていう、あ、私はまほこちゃんがめちゃくちゃ甘いイメージがあるんですよ。でも実はみなつちゃんってどうなんだろう、はい、あります、それありますじゃあ紹介しよう。いいですか、普段の方からいいですか。じゃあ私お願いします。うわ、なんかまほこが無理やり、え、違うって何言ってなんですか、もうやめてよ、なんですか、せーの、じゃーん、いいですね、ちょっと、もう、じゃあいいですか、はい、マッコンがなんか新しいスタンプ送ってくれたんですね。ねえ、新しいスタンプをみなつで試すって言って送ってきてくれたんですよ、はい、私ちゃんと見てなくて、変なスタンプマジでねえそしたら、えってきて、なんだこの反応はと思ってちゃんと見たら、ニセス様だったんですよ。マジでちゃんと見てなかったの私は。なるほど、3人ニセス好きですからね。こうやってちゃんと見たら、なんか見覚える顔してるみたいな、はっってなって、すいませんって言ったら、ちょっと怒ってました。結構会話量としてはまほこ10のみなつ2ぐらい、1回の会話で本当にそんな感じですね。今見ると結構まほこが甘いのかなと。え、私から LINE することあんまなくない？学の時とかだよね。本当に普段の感じだとさ、びっくりマークなし、びっくりマークなし、本当に丸もつけなければ点もつけないし、漢字にしない時もある、ひらがなだけで全部ちゃう、わかるわかる時もあるし、絵文字なんかこうもうもっとつけない。ちょっと待ってすいません、いいですか、皆さん笑って何派？私は W6 個ぐらい、私全部使うんですよ。笑も使うし、爆笑も使うし、W のでっかい確かにも使うし、あと爆笑とか使う、ひらがなで爆笑って書くよね。初めて知ったよ、まほこはでっかい W なんですよ。初めて見た時に、何この人と思って普段からそれをとんでもない量使ってくるから61って、
ってこれで検索してる。私大きい W 使わないんですよ。私は漢字のわらはだったと爆笑とかだったんだけど、真帆子が爆笑冷たい感じって言ってて爆笑って他人事に感じるみたいに言われて、私の中ではめっちゃ笑ってる時だったんだけど、なんかそうやって言われたから W の方がいいのかなと思って、真帆子の時と人によって使い分けてる。でもほぼほぼわらです、漢字のわらは。 W はちょっと苦手かも。違う自分が使うのが、ね、あでもストーリーとか見てわかると思うけど、めちゃめちゃ使い分ける。私も漢字のわらと大きい W と小さい W、比べはめっちゃ大きい W、 マジで。違う、それは勘違い、それは勘違い。目立つだけとかそういうのじゃないから、ね、え私もわからない。そんな感じですかね。なるほど、目立つの出るとかえ、そうですよ。いや、ね、じゃあさ、最初の方のやつないの？いっぱいあった気がする、前のアカウントの方が、うん、あ、これだ。みーちゃん読みだったのね。みーちゃん、明日のさ、ズブさんキャッチの動画でラブトキの水着着る？着ないよ。普通に T シャツに短パン履く。了解、ありがとう、みーちゃん。私、上、普通の T シャツしかなくて、二人でお揃いにしていいよ。結構やっぱここからしたら、うん、レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。足がちょっと考えて、ちょっと考えた、間違えちゃった。でも足から出て、悔しさが出てる。ステップアップっていう感じですかね。まあ主に真帆子のデレっていう感じでした。ということで、今回はマルプチの夫婦カップル代表ナインのトーク出させていただいたんですけど、はい、どうですか、さらされて。いつかみなつちゃんたちみたいにラブラブじゃん、ラブラブじゃないじゃないか、ラブラブじゃない、そこも通り越して、変わってるかもしれないので楽しみですね。確かにね、なんか私はこれを機にスッキリしましたね。なんか何のスッキリだったんですけど、やっぱちょっと世間にやっぱこういうのをちょっとさらすっていうのは、私たちを知ってもらえてる、知ってもらうスッキリにもなるなと思って、スッキリすかみたいな感じになって、ちょっと良かったです。良かったねえ。ねえ、私は不満しかないです。みなつの出れてるところがちょっとさらされてないなって思うので、どっかでストーリーとかツイッターとかでやらせたいと思います。ちょっとチェックですね。それはこれからも出れる予定はないのでさらされません。今日の動画でもなんか結構こうやって組んできたりしましたよね。私はあのマホコだからとか、可愛く結構触れたい、触れたいもちょっとやだでも可愛いじゃん、タッチしたいっていう感じですかね。心開かれてる証拠だと思ってください、うん、一応人見知りなんです、こう見えて。意外でしょ、はい、よく言われます。はいということで、ひなひなカップルもぜひみなもほの熟年夫婦目指してください。はい、目指します。あとみんな、このメンバーとこのメンバーの LINE の内容気になるとか、ヨナナとかね、ヨナナ絶対可愛い、デイマナとかね、気になるよっていうメンバーの名前とかぜひぜひコメ欄で教えてくれたらさらされるかもしれないので、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。せーの、今日も最後見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。